はい、こんにちは、116インズです。さあ、突然ですが皆さんにクイズです。なんだよ、いきなりと思われるかもしれませんが、2019年から2021年までの3年間において、この期間通算で MLB 全体で最も高い打率を記録した選手誰でしょう。さあ、どんな選手思い浮かびますかね。皆さんどんな選手想像されてますでしょうか。トラウト、ソート、ターナー、ラメイヒューなどなど、いろいろ頭に浮かんでいるかもしれませんが、まあ、動画のタイトルにもなっているでしょうから答えは明確ですね。正解はホワイトソックスのティム・アンダーソン。今更説明する必要もないと思いますが、ホワイトソックスが誇るオールスターショートで3年間通算で打率3割2分2厘記録しています。アンダーソンは2016年に MLB デビューし、そこから2018年くらいまではせいぜい平均程度、むしろ成績面では平均以下のバッターで、2018年のドラフト全体4位指名でチームがニック・マドリガルを指名したため、立場が怪しくなりつつある選手という印象でしたが、2019年に大ブレイク。この年123試合で突如打率3割3分5厘と打ちまくり、首位打者を獲得すると、短縮シーズンの2020年は打率3割2分2厘、昨年も打率3割9厘を記録し、ここ3年間は毎年打率3割以上なんですよね。ちなみにこの3年間で打率上位10人の選手はご覧の通りです。アンダーソンが唯一打率3割2分以上を記録し、以下ダイヤモンドバックスのケテル・マーテ、ドジャースのトレイ・ターナー、アストロズのマイケル・ブラントリー、ヤンキースの DJ ・ラメヒューなどなど、リーグ屈指のヒットメーカー、好打者たちが並んでますね。この中でトップに立つアンダーソン、今 MLB 全体で見てもヒットを打つのが上手い選手と言いたいところですが、ただこちらをちょっと見ると、んとなるかもしれません。はい、同じリストに3年間の BABIP も足してみました。BABIP はホームランを除いたインプレーに打球が飛んだ際の打率を示しているんですが、アンダーソンの BABIP がなぜか異様に高くて3割8分5厘。この中で2番目に BABIP が高いのが3割5分5厘のトレイ・ターナーなので、ターナーと比べてそこからちょうど3分も高く、それも踏まえるとアンダーソンの BABIP の高さが際立ちます。実際アンダーソンの BABIP の高さは異質です。首位打者になった2019年に3割9分9厘を叩き出すと、2020年3割8分3厘、昨年は3割7分2厘、少しずつ下がってきてはいるものの、一般的にリーグ平均の BABIP が3割前後と言われている中ではやはり高い。極端に高い BABIP は単年で記録することはできても、それを長期間にわたって維持するのが難しいと言われていて、これは運の要素も絡むインプレーの打球が他の選手と比べてよりヒットになっている、すなわち運がアンダーソン側に傾いたおかげという見方もできるわけで、当然ながらそのような運確率はどこかで一定の水準に収束していくはずです。今アンダーソンが運の力を最大限使ってヒットを量産しているのであれば、 BABIP の高さもどこかで落ち着いてくるはずですし、3割オーバーの打率を維持することも難しくなってくるでしょう。ただアンダーソンはこの高すぎる BABIP をすでに3年連続で記録しています。さすがにこれは運だけで片付けられる問題ではないですよね。ということで、今回はなぜアンダーソンがそこまで高い BABIP を維持することができているのか、彼が持つ魔法の杖に着目してみようかなと思います。はい、ではまず一つ目、シフトを敷かれない点ですね。昨今の MLB ではバッターの打球傾向を分析して、どこに飛びやすいかなどというデータを踏まえ、ポジショニングを行って少しでもアウトの確率を上げようと努力しているわけですが、2019年以降のアンダーソンはこれまでプルヒッター気味だったのを卒業し、フィールド全体を使うバッティングを見せるようになりました。実際引っ張った打球の割合が2018年以前は 40% 台だったものが 30% 台に減少し、センターから逆方向への意識が強くなっていることがわかります。今スライドの左側に出ている図は、直近3年間においてアンダーソンが打ったヒットをプロットしたものですが、まあ、綺麗にまんべんなくいろんなところに打ち込んでますよね。こういったことから明確な打球傾向がないことが傾向であるアンダーソンは、シフトを敷かれることがほとんどなく、昨年は全打席のうちわずか 0.8% しか相手チームは彼に対してシフトを敷いてきませんでした。シフトを敷ける打者、打球傾向が明確であるバッターと比べて、守備側はアンダーソンに対して運の要素を排除しづらく、この点は彼の BABIP の高さに寄与しているのではないでしょうか。2つ目、足の速さですね。足が速ければ普通のバッターだったらアウトになるような打球でヒットを稼ぐ余地が生まれます。アンダーソンはリーグでも上位クラスの足を持ち、昨年のスプリントスピードは MLB 上位 24%、 2019年は上位 13%、 2020年が上位 8% だったことを考えると、依然平均以上とはいえアンダーソン少しスローダウンしたのかなと思いました。ただ昨年出た G アスレチックの記事の中で、アンダーソン自身が昨年4月にハムストリングを痛めたこともあってか、内野安打になりそうな打球だったらスピードのギアを1段上げている旨の発言をしていましたので、もしかしたら今までは全ての打球全力で走っていたところ、昨
昨年は少しセーブする機会もあったのかもしれません。データ上のスピードは少し落ちたかもしれませんが、昨年のアンダーソンはキャリア最多となる内野安打27本を記録し、またゴロに占める内野安打の割合もここ3年間で MLB 7位となる 10.7%。 内野ゴロをヒットにできる脚力があるのも BABIP を押し上げていることでしょう。ただここまでの要素であればアンダーソンに限らず、例えばターナーですとかマーテあたりも当てはまりそうなんですが、それら選手との決定的な違いを生んでいるのが3つ目のポップフライをあまり上げない点、これも影響していそうですよね。昨今フライを上げて長打を増やそうという考えが主流ですが、ただ内野フライはほとんどヒットになりません。 MLB 全体で昨年は打率0割1分7厘、内野フライを上げた時点でほぼアウトです。この点アンダーソンは昨今のフライボールレボリューションに乗っかったバッティングをせず、フライを極端に上げようとしていないようで、そのおかげかポップフライの割合がたったの 2.1%。 先ほど出てきた直近3年間の打率トップ10の選手たちと比べてもその低さは際立ちます。ほぼアウトになってしまうポップフライを極限まで減らして、なるべく低めの打球を打つことで彼の足の速さも生かした結果ヒットを量産できているのかなと思いました。で最後なんですが、これは正直自分でもよく分かっていません。アンダーソンはライナーを打った時なぜか異様なまでにヒットになっているんですよね。もちろんライナーという打球自体がヒットになりやすいのはあるんですけれども、打率トップ10の選手たちと比べてもやはりライナーの打率が高い。ただ一人打率7割オーバーですからね。アンダーソンは特段打球初速の速い選手でもないですが、ライナーの時だけめちゃめちゃ強い打球打ってるのかなと思ったりもしたんですが、ライナーの平均打球初速は 93.5 マイル、このリストの中ではむしろ遅い方。アンダーソンのバットがどうしてライナーを打った時ここまでヒットを生み出しているのか、これだけはいまいち明確な理由が個人的に見つかっていません。一応それっぽい理由を考えてみましたが、まず最初に出てきたフィールド全体を使えるバッティングがヒットゾーンを増やしているのかなと思ったりもしますし、あとは引っ張り逆方向どちらに対してもそれなりにパワーがあって、外野手もあまり前進してヒットゾーンを潰すことができないのかなと。アンダーソンは打率トップ10の選手たちと比べて引っ張った打球と逆方向に流した打球で特に結果を出しているんですが、まあ多くの選手にとって引っ張り方向の打球というのは選手の強みが存分に発揮される部分だと思ったので、逆方向の打球に着目してアンダーソンの逆方向へのヒットを少し見てみましたが、外野手と内野手のちょうど中間くらいにうまく落とすなという印象と、外野手の守備位置が思ったよりも深いなという印象があったので、アンダーソンのフィールド全体を使ったバッティングや両方向へのパワーは相手守備への牽制となっているのかもしれません。まああとはこれこそが本当の幸運、神のご加護を受けている可能性もありそうですが、皆さんはこの点どうお考えでしょうか。皆さんのご意見もぜひお聞かせください。ということで、ライナーがやたらとヒットになっている点は個人的にも納得できる理由は見つかっていないんですが、ただ最初の3点は間違いなくアンダーソンの BABIP を押し上げていると思われますので、これができているうちはそこまで運の揺り戻しによる成績の低下は心配しなくても良いのかなと思いました。ただアンダーソンも今季29歳の誕生日を迎え、加齢とともに徐々にスピードは失われていく可能性はあります。ハイアベレージをキープしてきたここ3年間ですが、毎年下半身周りの故障にも見舞われ、昨年は2度ハムストリングの怪我で IL に入ったこともあったりと、彼の身体能力に体がついていっていない感もあり、今後より多くの試合に出るためにはスピードをセーブせざるを得ないかもしれません。そうなると当然 BABIP も下がり、アベレージも下がってくる可能性があるので、そこは少し心配です。改善するとすればアンダーソンはアプローチが結構荒めで、フォアボールをそこまで選ばないバッターにしては三振が少し多めな部分がありますので、ここを改善できれば BABIP が今後低下するほど打率にダメージを与えない可能性はあるんですけれども、この点に関してはアンダーソンのバッティングが今後どのように進化していくか、これにかかってくることでしょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。